タルル・マリー・ジェローム・ビクトル・ナポレオン・ボナパルトは、フランスの政治家、実業家、作家、ナポレオン公、ボナパルト家の原家長として、ナポレオン7世を称しているが、家長の座は、息子、ジャン・クリストフ・ナポレオンと競合状態にある。ナポレオン一世の弟、ジェロームの彦である、ナポレオン公、ルイ・ナポレオンの長男として、オードセーヌ県ブローニュイ・コールビアンクールに生まれる。 パリ大学で経済学を収める。学位は経済学博士。学位取得後は財務省、銀行幹部などを経てサービス関係の会社を設立した。その後、コルスデューシュド県のアジャクシオで副市長を務め、2007年の国民議会選挙に中道政党、民主運動から出馬したが落選した。コルシカ環境協会会長。 国際ナポレオンアカデミー名誉会員、セーヌイコールイコールマルヌケンヌムール市会議員。現在、アメリカ外交政策研究所の客員教授。1997年に、父、ルイ・ナポレオンが死去したとき、その遺書には、後継者として、シャルルではなく、その息子のジャン・クリストフ・ナポレオンの名前があった。しかしシャルルは、父の意向を無視して、ナポレオン公を呼び、 ボナパルト家家長の地位を継承した。このためボナパルト家家長の座は1997年以降、不死間で、競合状態にある。ただし、シャルルによれば、息子、ジャンクリストフとの関係は、険悪なものではなく、またシャルルは、自分の推定相続人に、ジャンクリストフを指名している。1978年、登園にあたるベアトリーチェ・ディボルボイ・コール・ドゥエ・シチリエと、 結婚した。彼女は両シチリア多い請求者の一方の当主である、カストロコフェルディナンド・マリアの長女である。この結婚は、ブルボン家とボナパルト家が、長年フランス君主の座を争ってきた歴史には反するものだったが、ベアトリスとの間には一男一女が生まれた。ベアトリスとは1989年に離婚し、1996年に、 コルシカ島出身の離婚歴のある女性、ジャンヌ・フランソワーズ・バニチオニと再婚した。ジャンヌ・フランソワーズの間には、結婚前に一女が生まれている。また1998年に、夫妻は、ホーチミン主生まれのベトナム人の養女を迎えた。以下、日本語版は未出版。プログ、ありがとうございます。